熊本県教員宿友団は、熊本県熊本市を本拠地とする社会人、サッカーチームである。1923年に創設された熊本県第二市販学校のサッカー部がルーツとされる。1971年、第七回全国社会人、サッカー選手権に初出場。1973年、九州サッカーリーグの創設と同時に加盟。 1977年に初のリーグ優勝を果たし、この年創設された第1回全国地域リーグ決勝大会に出場。16シーズンにわたって九州リーグに参戦し続けてきたが、1988年に再開となり、熊本県リーグへ降格となった。同年は全国社会人、サッカー選手権でベスト8に進出している。 1991年に九州リーグに復帰し8シーズン在籍したが1998年に再開となり再び県リーグに降格2000年の第21回全国教員サッカー選手権では準優勝に輝く2002年1月の九州各県リーグ決勝大会で沖縄狩りよし FC に次ぐ準優勝プロフェソール 宮崎 FC の JFL 昇格に伴い、入れ替え戦を経ることなく九州リーグ復帰を果たす。しかしリーグ戦では、得失点差でわずかに及ばず、再開となり、1年で県リーグに降格となった。2006年は県リーグ一部を3連覇すると、九州各県リーグ決勝大会でも優勝を果たし、5年ぶりの九州リーグ復帰を決める。 しかし2007年の九州リーグではわずか2勝、リーグ最小の12得点に終わり、11チーム中10位で、またも1年で、県リーグに降格となった。最後の開催となった、同年の第28回全国教員サッカー選手権では、ベスト4であった。2011年、第91回天皇杯、全日本サッカー選手権大会に初出場。 県リーグ一部でも3連覇を果たしたが、九州各県リーグ決勝大会では、初戦で、延岡市 SC に敗れる。2015年は、県リーグを連覇すると、九州各県リーグ決勝大会でも、準優勝。入れ替え戦で、九州リーグ9位の下がりくしる FC を1から0で、破り、9年ぶりに九州リーグ復帰を果たした。2019年は、リーグ戦。 前期4位と検討し、31年ぶりに全国社会人サッカー選手権に出場を果たす。ありがとうございます。